そしたらこれをアジにつけていくんですけど、手袋、ここでポイント、手袋を使ってください。なんでですか？人の手の体温って結構魚にとっては大ダメージなんで、それを伝えないためにも手袋をつけて、でこうやって濡らした状態にして、ああなるほどね、で触ってあげてほしいっていうと、あとタゴンデ式針がいっぱいあるからそういう意味でも、そうそうそう、怪我しちゃう。あとできるだけ水中で作業してください。水中の方が味おとなしくなるんで。あとこのタモ使う場合なんですけど、おタモこうやってまあ簡単に味がすくえるんで、タモ自体はおすすめなんだけど、タモで味すくった後はタモできるだけ離したところに置いた方がいい。針がタモに絡まると、ああそれ悲惨やね、マジでね、死にたくなっちゃうから仕掛け付け方ですけど、さっき作ったパーツ1がこれで、スナップサルカンのサルカンの方に道とかつながってみますよと。でこのゼイゴ針を、まあ、今からゼイゴにつけていくんですけど、ちっちゃいですね、ゼイゴにかけてあげて、よいしょ、そしたら放りますよと。そしたらもうあとはライン引っ張ればアジこっちに来てくれるんで、アジ汁が、アジ汁が、アジ汁がかかるのはダモンデ式の利点ですねかかりたいのもうね、胸びれの上ぐらいにこの角度がいいと思いますね。この角度で刺してあげます。ほうで、反対側ですね、こいつを開いてパーツ2の水ベルト、これをここでつないであげます。下反対側についてる水ベル、これか、反対側についてる水ベルも、よいしょと、同様にパーツ1のスナップにつないだら閉じて、あこれで完成、はい。なんでこの胸びれのところにつけるの？イカがアジを食べるときに一番初めこのアジのエラのところに足を絡ませて窒息させるんですよ。ははは。だから、まあ、この近くに、まあ、高確率で足が来るだろうっていうので胸びれの、上あたりに針をつけてますと。あ、一発目にこうガッていくと、そう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 、水槽で研究した結果、そうそうそうそれのリンクも貼っておきますけど、ゼイゴに針があるのは、ミチートのテンションはこのゼイゴにかかるんですけど、ゼイゴのテンションとは反対方向に基本的には味が進むんで、なんであとは仕掛けが取れにくいっていうのもあるんですけど、だからゼイゴの針も一応使ってます。お、元気になった。あとはアオリイカの手待ち。はい。これでみんなもアオリイカ釣ろうぜ。よし。辛いわそのよしは。勉強できたって、仕事ができたって、お金があったって。幸せだ。